お笑いコンビ、品川庄司の品川優、43さんが、過去の、いじめ、によって共演 NG となっているお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太、38に番組を通じて謝罪した。ことの発端は2011年、山里がラジオ番組である先輩芸人からいじめを受けたと告白し、その先輩芸人が品川であることが明らかに、その後、二人は話し合いの末、和解したことを明かしたが、山里の品川に対する苦手意識は解消せず、未だに共演 NG が続いている。そんな品川は29日放送のテレビ朝日系、ロンドンハーツ、3時間スペシャルに出演。この日は、別件でバトルを繰り広げているウーマンラッシュアワーの村本大輔と和解しようという内容だったが、話の流れで品川が髪を坊主にして村本に対して謝罪することに、品川はその際、村本だけでなく山里に対しても謝罪し、もうあいつと1年くらい会ってないなぁ、とどこか寂しげに呟いた。